iPhone が、まあ、スマホやな、スマホがこうのレンズがね、広角レンズ、要はアクションカメラみたいなもんですね。広角レンズにしたら道場とかこう全体的に映るんで便利やな。これを iPhone につけるみたいですよね。これ900円ぐらいやったんちゃうかな。こんな箱に入って、箱っていうか入れ物に入ってスタビライザーもついてこれね、これレンズ2つ入ってもねんな。これ広角レンズとこの中になんか近くをね見るやつ、すごく近くを見るやつと2つこれついてるんですよ。これこのまま挟んでこう使うんやけどな。どういてや、これ今これ普通です。今ね普通、どこやカメラ、こうか、これを挟むんやけどな。これ今からね挟むと、ちょっと真ん中に合わせなあかんのかな、わかるかな、これこのまま行くで、左側の木が増えるでしょ。これ見といてくださいよ。こう行くとほらね、これちょっとぼやけてるけど、これはねあの付け方が悪い、こうね、じっとしとっても車の車線と左側の木あるでしょ、これがなくなるからね。あるわ。あ、これね、この辺までが映るんな。道路で分かりやすいかな、こう電柱で行くとほらね、これこうね、これを今かぶせてんだけど、こうね、じゃ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 ーんと電柱のとこ見とってください。スマホねこれ移動してないからね、このレンズだけ入れたらほらこんだけ広がる。これこういうことですね。上も見てこうですね、木のとこ見とってくださいよ。おー、福山ツーン今これね、私のとこの愛犬の犬のね病院に来てます。暇やからこうね遊んでますけどね。ここからこういうことですね。これこんだけで広角レンズ、これもうあれいらんやん、アクションカメラいらんやんか。これあったらこれはええわ、これはええぞ。これ今日からね、今日道場を撮ってみるけどね、全体的に映るっちゅうのがね嬉しいね。これあとはこれを胸につけれるようなホルダーを買ったらね、手ぶらで撮影できます。